どっちの方がいいんですか。どっちもどっちだと思うんですけど。形式っていうのは結構訓練とかされてる。僕はしたことないです。最初の人たちは。県や市町村からの依頼により、
震の発生直後、被害状況を上空から確認したり、海や山で遭難した人を助けたり、防音のない島で発生した救援隊を近くの避難地帯に運んだりといった実況も行っています。この小町基地にある救難協力隊は、全国の救難隊で活躍するパイロットや人員や、そして遭難した人の被害について救助する救難員を目指せる救難部隊の登竜門となっています。ホールをして、で昨日飛行やらなきゃいけないんで、燃料がいる。